日はジャムおじさんの代わりにアイスクリーム屋さんのお手伝いをするんだ。はあ、暑いね。そろそろお客さん来るかな。あ、そうだ、忘れ物しちゃった。パン工場に取りに帰らなきゃ。急げ急げ。アイス見つけた。メルちゃんはいないうちに全部食べちゃおうかなーと。もぐ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 。うーん、おいしい、頭がキーンってするよ。早く食べないとメルちゃんが来ちゃうよ。もぐ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 。よいしょよいしょ。あー、間に合った。ギギ、あ、バラエティーマン食べちゃったの。ギギギギ、アイスはいただいたぞ。あ、ひふひふ。もうバイキンマンに全部食べられちゃった。しょうがない、全部作り直そう。みんなも一緒に作ってくれる？うんうん、ありがとう。それじゃあまずアイスクリームの素を作っていこう。まずはイチゴを切っていくよ。次はバナナ。次はブドウ。次はキウイ。次はパイナップル。次はオレンジ。最後はスイカ。切れたら牛乳と一緒にお鍋の中に入れて混ぜていくよ。いちごと牛乳を入れてお鍋を混ぜると、中から出てきたのはドキンちゃんのアイス。ぶどうと牛乳を入れて混ぜると出てきたのはドキンちゃんのアイス。パイナップルと牛乳を入れて混ぜると出てきたのはメロンパンナちゃんのアイス。最後にフルーツをたくさん入れて牛乳を入れて混ぜると出てきたのはアンパンマンアイス。よし、それじゃあ早速アイスを飾っていこう。急げ急げ急げ。まずはアンパンマンアイスはここ、メロンパンダちゃんのアイスはここ、ドキンちゃんのアイスはここ、コキンちゃんのアイスはここ、最後にトッピングのバイキンマンのソースと赤ちゃんマンのソースを置いて、これでアイスクリーム屋さんの準備の完成。よーし、早くお店番しなきゃ。急げ急げ。あごー、いらっしゃいチーズ。あごー、あわわわ。え、アイスクリーム買ってくれるの？うん、アンパンマンのアイスクリームをコーンでお渡しすればいいんだね。お渡しするよ。コーンにディッシャーでアンパンマンのアイスを盛り付けて完成。
お待たせしました。落とさないように気をつけて帰ってね。